カルロス・ルイス・リベロ・ミランは、ベネズエラ・ララ州出身のプロ野球選手。ウトウ・オミギウチ。メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・コットン・ファーマーズに所属。2005年、クリーブランド・インディアンスと、初めて契約を結ぶ。2010年まで、参加のマイナーリーグでプレーをする。2011年は、フィラデルフィア・フィリーズ参加で、2012年及び2013年は、 ワシントン・ラショナルズ参加でプレーをする。三塁手となる前は強権の遊撃手であり、左翼を守ることもあった。2013年の12月に、ボストン・レッドソックスと契約を結ぶ。ボストン・レッドソックス時代2014年は、レッドソックス参加の AA 級ポートランド・シードックスでシーズン開幕を迎え、その後トリプル A 級ポータケット・レッドソックスに昇格する。5月は打率。 179と不審であったが、6月は打率、319、出塁率、375を記録し、7月には、打率が、429を記録し、ここまで74試合に出場した。2014年8月25日に7日間、故障者リスト入りしたザンダー・ボガーツに代わり、メジャー昇格を果たした。八月十九日、ウィルミドルブルックスの代打で、 初出場し、死球だった。2014年11月3日、シアトルマリナーズへ移籍するが、12月に FA となる。2015年11月18日に、アリゾナダイヤモンドバックスと契約し、トリプル A 級離の a シズでプレイする。2017年6月に解雇されたが、59試合に出場し、打率、296であった。 2017年7月6日、東京ヤクルトスワローズへの入団が決定した。7月25日の中日ドラゴンズ戦で NPB 初本塁打を記録。8月22日の阪神タイガース戦では、さよなら敵地打を放つ活躍を見せたが、シーズン全体を通しての成績は打二215、6本塁打、21打点にとどまり、同シーズン限りで対談した。 2018年3月20日、歴史館リーグのティファノブルズに入団。その後のウィンターリーグで、リーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルのカルデナレスで、ララに所属した。12月6日、遠征先から、帰宅途中自身が運転していた自動車が、強盗により意図的に設置された路上の岩に衝突。同乗していたホセカスティーオ内野手と、ルイス・バルブエナ内野手が死亡し、 自身は重傷を負った。怪我に合わせて精神的ショックを追い入院したが、同月15日のティブロネスデラグアイラ戦で試合復帰。18日のカリベスデアンソアテギー戦では復帰後初安打を放った。2019年4月3日にレオンブラボーズと契約を結んだ。2020年2月17日にラグナユニオンコットンファーマーズへトレードで移籍した。しかし、 COVID-19 の影響でシーズン中止となったため公式戦での出場はなかった。ありがとうございます。